皆様、うがみやぶら YouTuber の金目秀人です。一言で牛飼いといってもいろんな業種がございまして、僕のところでは黒毛和種の繁殖農家という仕事をしています。繁殖農家っていうのは母牛に子供を産ませて、そしてその子供を8ヶ月ぐらい育ててから出荷するという仕事になっています。その僕たち繁殖農家で一番大事なのが母牛の発情発見、そして種付けになってます。なかなかね、一般の方が発情とか種付けとか見たことないと思うんで、今日はね、僕が説明をしながらその映像を一緒に見ていきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。どうぞ。はい、こちら種付けゾーンの様子になります。普通繁殖農家の牛舎にはオス牛っていうのはいないんですね。親牛はみんな母牛になってるんですけども、じゃあどうやって発情発見するねんって言ったら、ご覧のようになんとメス同士で乗ったり乗られたりするんですね。僕も最初は驚きました。これが実は発情行動ということになってます。そして発情を発見できたら、次は受精師という資格を持った方がいますので、受精師さんに連絡をしましょう。そして受精師さんが来られるまでの間はぜひ牛飼いワークアウトをして体を鍛えながら待っておきましょう。受精師さんが到着されました。まずですね、直腸に手を突っ込んでいただいて、で直腸から卵の状態を確認してもらうんですけども、それで今回いい状態だったので種付けをしようということになりました。これは液体窒素が入った冷凍タンクですね。この中に実は冷凍の精液がたくさん入っているわけなんです。コップの中の水につけて溶かしているのが今回種付けしました豊昇菊という牛の精液でございます。この種牛になるっていうのはなかなか狭き門でございまして、改良に改良を重ねた、そしてその中から選ばれた牛しか種牛になれないんですね。今コップから取り出したこのちっちゃい棒の中に精液が入っています。それを注入する器具の中にこう入れまして、で牛の中に注入するという人工授精のやり方になってます。そしてこちらが今回種付けするトラ姫姉さんです。もう出産してる大ベテランですね。そしていよいよ人工授精になります。種付けする時もまた直腸に手を突っ込んで注入する場所を確認しながら器具を入れていきます。そして位置が決まったらプチュッと注入します。注入完了しました。この滴ってるのはただの水ですね。はい、トラ姫姉さんよく頑張りました。はい、いかがだったでしょうか。このチャンネルでは牛飼いの日常を発信していきますので、皆様よければチャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いいたします。それではまた会いましょう。さようなら。